ウィルバー・ジョンカー・ウィルバー、ジョンカーはアメリカ合衆国の外交官、政治家。国務省でおよそ45年間を過ごし、外務の父として貢献した。1870年10月31日、カーはオハイオ州ヒルズボロにおいて、エドワード・リビングストンカーとキャサリン・エーフェンダーの息子として誕生した。カーは1892年に事務官として国務省に入省した。 カーは1902年に領事局長、1907年に事務官長となり、1909年から1924年まで領事監督官を務めた。カーは厳格な業務運営と効率的な行政管理を信奉し、自身の領事業務について可能な限り完璧に近づけることを誇りとした。カーは国務省が持つあらゆる長所を拡大させ、 専門性を高める努力を行った。カーは1906年の領事再編法を可決させるために奔走し、また、ロジャーズ法の草案作成を支援した。カーは1924年7月1日から1937年7月28日まで国務次官法を務めた。カーは外務職員人事委員会の委員長及び国務省主計官としての任務も担当した。 またカーは、分離されていた外交業務と領事業務を統合し、単一の外務業務部門として管理することを任された。1937年9月16日、カーは在地コスロバキアアメリカ合衆国特命全権公使に就任し、プラハに赴任した。カーは、ナチスドイツがプラハを占領する1939年3月15日まで公使職を務めた。 その後カーは3月21日にプラハの合衆国公使館を閉鎖し、4月6日にプラハを引き上げた。カーは間もなく国務省を引退し、ドイツで余生を過ごした。 h t t p p o l i t i c a l g r a v y a r d c o m b i o c a r h t m l r c a 1 9 9 4 p h t t p w o r l d c o n n e c t r o o t s w e b c o m c g i b i n i g m cgi, オーバスイコールゲット &db イコール 1808413&it イコール i 6四4 1 8 0 ま、5 7 0 1 a ー c h t、TP、t p コロンスラッシュスラッシュ www.state.gov スラッシュスラッシュ t スラッシュ rm スラッシュ rls スラッシュ perfrpt スラッシュ2002スラッシュ html スラッシュ 19129.htm8 http://www.state.gov/.www.about.state.history.officers.eSAC2444.html://http://www.state.gov/.r/.pascal/.for/.po/.11394. htmhathttp コロンスラッシュスラッシュ www.state.gov スラッシュ r スラッシュ pascal スラッシュ o スラッシュ po スラッシュ com スラッシュ 10465.htm ありがとうございます。